皆さん、こんにちは。今日はですね、新企画です。いろいろなエアライフルを見ながら、ああでもない、こうでもないと、雑談しようという企画、その名もエアトークでございます。いろんなエアライフルを眺めるのって楽しいことなんですよね。ほら、昔、エアガンの東京マルイのカタログを穴が開くまで眺めた人って結構いるんじゃないですかね。あのワクワク感をシェアできたらなぁと思いまして、この企画を考えました。なお、レビューと呼べる、まあ、大層なものじゃなくて、ほんとただの雑談なので、あまり購入の参考にはならないと思いますので、その点ご了承いただけたらと思います。はい。で、本日はですね、FX の野心っていう、まあ、そんなくくりで、3丁ご紹介したいと思います。今から7年くらい前の FX エアガンズ社のエアライフルをこれから紹介していくんですが、この時期の FX って、野心とかチャレンジとか斬新といった、銃が多くてですね、すごい面白いんですよね。今は使えるエアライフルの定義が定着してきたので、大体こう同じ基準の中で、この銃は性能が高いねとか、低いねっていう感じですが、当時は、この銃にはこんな機能ついてるの?といった、すごい個性豊かだったんですよね。なので、今よりも、選ぶ楽しさがあったなんて、感じています。はい、それでは一緒にウェブページを見ながらですね、エアライフルを見ていけたらなと思います。よいしょ。はい。で、記念すべき最初のエアライフルはですね、こちらです。FX モンスーン。これね、知ってる人は、ああ、はいはい、FX の野心っていうくくりだったら、まあこれだよねっていうね、そんな反応だと思います。最近エアライフルを始めた人は知らないと思いますが、これ、びっくりですよ。なんと、セミオート銃なんですね。普通のエアライフルって、こうレバー引いて、バン、レバー引いて、バンですよね。でも、このモンスーンは、バン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 ってこう連射できるんですよね。これ、ものすごい画期的ですよね。機能の凄さで言ったら、今の最新エアライフルよりも、未来を言ってますよね。はい。こちら、連射してる動画がありますので、ちょっと一緒に見ていきましょうか。これ、銃砲店の方に、どうしてこのシステムって定着しなかったんですかねって聞いたらですね、どうも普通の機構のものと比べて着弾が乱れるみたいなんですよね。うん。まあ、それでもね、連射のメリットってありそうなんですが、まあ、こっから先はですね、私の解釈なんですけど、実用においては、連射できるっていうのは、実はそこまで重要ではないのかなと思いますね。これが、カワウなどの有害鳥獣駆除であれば、こう連射して完全にカワウが静止するまで撃ち続けるっていうのはありなんでしょうけど、食べるための狩猟ってなると、なるべく肉を傷つけたくないので、一発撃って、でそれが致命傷かどうか見極めて、さらに2発撃って、3発撃ってって発射するので、多分ね、思ったより連射の恩恵って高くないんじゃないかなと思います。それと、強制的に次の弾が装填されちゃうってことですよね。これだと、前回の動画でお伝えした空気銃って脱法できない問題がありますので、そういった不便さもあるのかな、まあ足かせになっちゃったのかなと私は思っています。まああとですね、まあ、それと、せっかく連射できるんですけど、日本だとマガジンに5発までしか弾を込められないので、それもちょっとなんかやきもきしますよね。まあ、とはいえですね、
この連射の機構は、もしかしたら未来のエアライフルはもう当たり前になってる可能性もあるかもしれないので、まあ、あのエアライフルファンはですね、まあ、こういった銃もあるってことを覚えておいて、あの損はないんじゃないかなと思います、ね。はい、面白い銃ですよね。はい、で続いてはこちら、FX インディペンデンスですね。これもね、未来を言ってるエアライフルだと思います。この銃はですね、プレチャージ式とポンプ式のハイブリッドなんですよね。まあ、つまり、普通のプレチャージ式のように、あの、ハンドポンプとかボンベで、まあ、空気を溜めていって、で、まあ、撃っているうちに空気がなくなったな、少なくなってきたなと思ったら、ポンプで空気充填できちゃうんですよね。これまたね、すごく画期的で、なおかつ、ものすごいこれは実用的ですよね。これもちょっと動画がありますので見ていきましょうか。はい、こんな感じでポンプできると。はい、なのでこれはもう弾と銃さえあれば何度でも撃てるっていうこの継戦能力の高さが魅力ですよね。ウォーキングデッドとかのゾンビ映画で最強の武器を妄想するタイプにはこの継戦能力の高さってなんかグッとくるものがあるんじゃないですかね。まあ、この機構はメジャーになってもおかしくないんですが、どうもですね、この FX インディペンデンスってポンプに脱水機能がないので、銃の中に水分が溜まりやすいらしくて、で、それがトラブルの原因になって、いろんな不具合が起きやすいみたいですね。まあ、それがおそらく第2弾、第3弾と、このハイブリッド式のものが生まれてこなかった原因というか、まあ理由なのかなという気がします。まあ、しかしながらですね、この銃って、すごく発砲も静かっていう、強みもあるらしくてですね。でね、先ほどお伝えしたように困ったらポンプで充填できるっていうので、まあ、すごく魅力的なエアライフルだなと思います。はい。で、最後はですね、この下にあります FX グラディエーターですね。こっちのが見やすいかな。はい、FX グラディエーターマーク2ですね。こちらはですね、かなりかっこいいですよね。この銃が変わってるのはですね、エアシリンダーがなんと前後についてるんですね。後ろも実はこれエアシリンダーなんですよ。よく見るとこのストックの形がちょっと変わってますよね。はい、ここに埋め込まれています。なのでこの大容量のシリンダーの銃が欲しい、でもあの FX クラウンみたいに前方にエアシリンダー、巨大なシリンダーがついてるものが多いんですけど、あれは嫌なんだよねっていう方にも納得できる銃なんじゃないかなと思います。でこの銃はレギュレーターがついてるモデルも売られていますので、まあ、といってもですね、もうほとんど新品では出回ってないとは思うんですけど、まあ、今でも第一線のエアライフルに、引けを取らない優秀なエアライフルだと言えるんじゃないかなと思います。これはなかなか実用的ですよね。うん、はい、ということでいかがでしたでしょうか。FX の、まあ、当時の野心とか、チャレンジみたいなものを感じていただけたんじゃないかなと思います。まあ、その一方で、この当時の FX 社のガンっていうのは、何かを犠牲にして思い切ってチャレンジした銃が多いので、まあ、当たりにくいとかですね、空気が漏れるとか、すぐ壊れるとかですね、まあ、そういった不具合、トラブルもあったようですね。まあ、そういったトラブルから、実は一昔前のエアライフルマンからですね、アンチ FX っていう人がですね、一定数います。で、そういった人は、FX に懲りてですね、エアアームズとか、デイステートに流れている印象ですね。はい。なので、ベテランエアライフルハンターの方って、もともとは
FX だったんだけど、他のメーカーに流れちゃって、なかなか戻ってこないっていう方もいる印象ですね。まあ、今の FX は堅実にいい銃を作っているので、不満を持つ人って少ないんですけど、まあ、個人的にはですね、またこう、あっと驚くような、そういったものをですね、FX 社には生み出して、もらえることをですね、期待しております。はい。以上、FX の野心でございました。面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。またお会いしましょう。